テツテツコテツテツテツコテツテツテツコテツのコテツワールド。丹波市上町谷村にあります里山権現さんへお邪魔しております。こんにちは。こんにちは。お名前をお聞きしてもよろしいでしょうか。今中香織です。今中さんはどちらからお越しなんでしょうか。高千穂です。お隣でございますね。はい。高千穂もまたいい遊ぶとこいっぱいあるもんね。本当ですね。またこの谷村のね、里山権現さんはまた違う意味で、面白さといえば何でしょう。権現さんですか。はい。権現さんは私の一番好きなポイントは焚き火ですね。ほう。焚き火はなかなか今やっぱり難しいんですかね。そうですよね、うん、どこでも勝手に燃やしちゃいけないので、はい、うん、ここは許されているから子どもたちも自分たちで火をつけたり、はい、まあ、大人も好きなもの持ってきて焼いたり、はい、いつも楽しませてもらってます。あ、今日もね、今ねちょうどお昼にお邪魔したところですね、焚き火を囲んで大きな鍋が置いてありますが、はい、何を材料が何が入ってるんですか今日のお昼は。中は、うん、きのこ、じゃがいも、里芋、はい、人参、白菜、はい、こんにゃく、うん、ごぼう、はい、油揚げ、はい、それを合わせて、あと何を持ってきたか忘れたって感じです。今日は、はい、豆乳味噌煮込みうどんを作りました。あ、そっか、豆乳に味噌を入れてあるわけですね。はい、まあいや、野菜にそのお湯を足すんじゃなくて。そうそうそう、はいはい。非常にね、おいしいですね。私も今さっき呼ばれたんですけど、ね、もう腹いっぱい食べてしまいました。いや、冬にはほっこりしていいですよね。いや、ほんまですね。はい、今日はお子さんもたくさん来られてますがね、はい、ちょっと前までね、今年ひどい雪降ってね、もう雪だらけで真っ白でございましたが、うんうんうん、ちょうど今雪解けの感じで皆さん喜んで走ってらっしゃいますけどもね、うんうん、はい、今日もそうなんですが、こちらの方へは、ちょくちょくお邪魔されているんでしょうか。来られてるんですか。そうですね、月に1回は来てます。おー、中にのなかなかのヘビーリスナーじゃないけど、あれでございます。そう、多い時は毎週ぐらい来たりします。あ、そうですか。なんと今日の入れたちがですね、ちょっとね、ラジオなんでね、なかなか説明しないんですけど、なんかね、すごい長靴にですね、先ほどまで腰にね、なんかナタなんかをねぶら下げてらっしゃって、これは何者やという、ね、家たちでございましたが、そうする後ろの方にはですね、巻き割る、ね、斧とかね、いっぱいね、これは持ってこられたんですか。あ、そうですね、はい、もうここの、NPO が管理するものの道具として購入させていただいて、うん、はい、ここで巻き割りをしたくて、はい、くさびとハンマーを持ってきました。あ、その巻き割る巻きもなんかどうもなんかチェーンソーも置いてあるし、チェーンソーも私のなんか怪しい人ですね。マイチェーンソーですか。そうです。マイチェーンソーを持ってる私は主婦ですか。そうですね、2台持ってます。ちょっとおかしい。あ、いや、いや、そんなこと言っちゃなんですけどね、はい、ラジオ機の皆さんはね、どんなお母さんかちょっと想像してみる。両手にチェーンソーを1台ずついけますね。2台ですとね。いや、いけません、それはいけません。これで腰にナッタをぶら下げて、はい、何もじゃ感じ、ちょっとね想像してくださいね。これ非常に面白いですね。それで、里山権現さんに来て、はい、ある時は木を切ったり、うん、巻き終わったり、はい、この辺ね整備したりという、すごいですね。お子さんも一緒に来られてるんですか。はい、今日2人連れてきてます。わお、チェーンソーの他に2人もお子さんをぶら下げてですね。重たいですね。非常にすごいね、ポパイみたいな人ですね。はい、ちょっと想像してみましょう。身長150センチのポパイです。これはまたすごいですね。
いやいや、でもこういったその自然というか山に興味を持たれたのは小さい頃からですか？うんうん、あ、いえいえ、私は神奈川県の海育ちなので、なんと全然山っていうのが経験がなくて、はい、大人になってから山の良さ知りました。はい、うん、海の良さは十分知ってたわけですね。そうなんです。はい、まあ一応両方知ってるということで、うんうんうん、パーフェクトですね。ありがとうございます。で、まあ、海から山までね、はい、全てを語れるというでまたその山の方の源流へ来て、うんうん、でもまたその支援層を買うというまでに、ね、のめり込むほどに、山好きになってしまったんですか？そうですね、はい、それに関しては好きというよりかは、この今生きる若い人たちの、はい、仕事だと思ってチェーンソーを握ってます。うん、どういうことですか？今すごい山って密で、木が生えすぎているんですよね。あ、ということは、まあ、いや植林したままということですかね。でその木を今度管理していく、はい、切っていく、整備していくっていうのは、うん、はい、今の若い人たちが率先してやっていきたいなと思ってるので、うん、これは女性でもちゃんと技術と知識と身につけたら、はい、山に入って木を切れる、うん、はい、それを何度も経験しているので、うん、私も今生きる30代の一人として、はい、山の手入れを、日本の手入れをしていきたいと思って、はい、チェーンソーを学び始めました。いや、でも学び始めにいきなり買っちゃったんですか？いやいや、いきなりではないです、さすがに。いや、2台もいっぺんに買ったわけじゃないんですよね。違います、徐々に増えました。いや、まあ1台あっても十分こと足りると思うんですけどもね。いや、それがね、やっぱりやっぱいろんなことを覚えていく中で、道具ってね、使い方、はい、うん、違うじゃないですか。いや、まあそれぞれね。それけどチェーンソーはなんか木切るだけのような気もしますけど。いやいや、まあそうですけどね。でもやっぱりこのチェーンソーはこのタイミングで活かせる、はい、いやでもこっちのチェーンソーはこのタイミングで力を発揮できるっていうのが、はい、ね、包丁何本持ってる主婦と同じような感じですよね。なるほど、うん、確かにね、電話包丁だけじゃ、うん、ね、そうそう、そういうことで料理できないですよね、はい、なるほど、いい立てでございましたがでもね、2台も持ってる人はあんまり私見たことないんですけどね本当ですね、ちょっと出会ったことはないですねあ、そうでしょうね、チェーンソー2台持ってる主婦はいやいや、またね、権現さん来られたらね、2本持ってられるね、ね、出会えるかもしれませんのでね、はい、はい、楽しみですけども。お待ちしてます。はい、子供さん2人一緒にね、来られてますが、はい、まあ、山の作業をね、巻き割りなんとかしてても、うん、子供さんもやっぱり興味があるでしょうね。ありますね、下の子の1歳の誕生日は、うん、チェーンソーのおもちゃをねだってきました。何このお母ちゃんだいぶ仕込んどるな。違うんですよ、一緒に山入って一緒に間伐をね、1歳、0歳1歳の時から見てたので、もう自分も同じ、お母さんと同じの欲しくてこの子供さん、ちゃんと育つんでしょうか？元気に駆け回っております。お前走り回っとるな、はい、いやいやいやね、はい、なかなかおもちゃがね、チェーソーってのこれまた面白いな、ね、でもお母さんがね、そうして山に関心を持っていろんなとこでね働いたりする姿は、小さい時にやっぱり見てるとね、やっぱりこれ潜在意識の中に刷り込まれるというかね、本当ですね、絶対これ大きなっても、はい、このイメージってね、ね、都会で暮らしてもね、はい、絶対思い出しますよね、はい、いやすごいですね。で、この里山権現さんなんですが、今日はたくさんの、ね、方が見えられてますが、はい、お友達の方が来られてるんでしょうか？あ、そうです、お子さんもたくさん来られてますね、はい、本当ですね、今日すごい賑やかで楽しいです、うん、そうですね、今日はなんとワンちゃんもね一緒に来てね喜んでますね、うん、走り回ってますね、本当ですね、こんな広いところでね、やっぱり遊ぶのがね、うんうん、やっぱり子供さんもやっぱりね、いつも家の中でね、やっぱり冬場どうしてもね、うんうん、こもりっきりになるので、うん、ね、こういうところで遊ぶのは非常にいいことだと思いますのでね、はい、ぜひラジオを聴きの皆さんもね、毎週土曜日やってるんですかね？はい、そうです、毎週土曜日何時ぐらいに来たらいいんですかね？10時から3時までの間開放してます、はい、
これはもう勝手にお子ちゃんまが来て遊んで、あ、そうです、はい、さよならって書いてあるんですね。あ、もうそれで結構です。はい、ね、そんな楽しい場所がございますのでね、これ特にその遊び道具あるとかなんていうことはない、単なる山の中ですけど勝手に走り回ってますね。そうですね、はい、子供はもう自分でその葉っぱだったり木だったり、うん、はい、おもちゃを見つけて遊んでますですね、はい、楽しげに遊んでおりますので、うん、それでは今日もね、あのいろんな奥様方お子様を連れて来られてますので、ちょっと他の人にもね、はい、インタビューしてみたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お名前をお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、芦田純子と申します。芦田さん、今日はこの里山権現さんに来られてますが、はい、お子様と一緒に来られたんですか。あ、そうです、子供3人いてて。あ、どう3人なんですか1人2人。あ、そうです、女の子3人で来てまして。ほんまですか。はい、あ、ご兄弟なんですね。そうです。いやー、はい、ほんとね、ラジオなんでね、あれ顔が映らないんでちょっと残念なんですけど、はい、あの芸能界から NG が出てるのでインタビューは困るということでね、お子様の方はおっしゃってますので、はい、ということは、ご自宅はこのすぐ近くなんでしょうか。そうです、私は氷上町浅香というところで、ほんなら、まあ、はい、隣村っていうかね、同じ江のぬぬぎ地区、うん、同じ校区の、うん、この権現さんと同じ校区のところから、はい、はい、なるほど。この権現さんへはいつ頃初めて来られたんですかね。あ、ちょうど1年ぐらい前、うん、あ、初めて来たのはね、ここ引っ越してきて、だから10年前ですね。あ、うん、そうですか。はい、ほんなまだお子さん小さい時。あ、そうです、そうです、この一番下の子生まれてないし、うん、はい、一番上のあの13歳の子が2歳ぐらいの時に、うん、あ、そうですね、10歳いくとね、はいはい、クリボー会っていう、はい、自然の中で親子でお散歩する会っていう会で、うん、はい、あの週1ぐらい使わせてもらってましたね。あ、そうなんや、はい、ほんならもうよう知っとってんやね、この子ね、あ、うん、はい、ほんならまあよう利用していただいて、はい、あ、なんか先ほどインタビューされたあの人が、いや、チェーンソーはやり始めだったね。かっこいい、リンダちゃん。かっこいいな、これね。ちょっとなかなかね、こんな質ある人ね、珍しいですけどね。はい、いろんなこと言ったらいかんけども。はい、まあ、いろんな方がね、来られてますね。面白いですね。はい、はい、そうですね。はい、うん、で、まあ、こんなね、山の中で、非常にね、今お子さんからね、ね、うん、綺麗なトイレにしてくれって言われたんですよ。ちょっとね、工事現場のね、あのトイレしかないので、ちょっとここへ ね、里山権現さんに来られる方は、はい、ね、綺麗な、座ったらぬくい便座のね、うん、シュワッと流れるトイレはないので、うん、そうですね、はい、もう外なんでね、どうしても、ね、はい、用を足すっていうだけで、はい、はい、そうね、はい、で、まあ、ね、お子さんはやっぱりね、今学校のトイレもね綺麗なんでね、うん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 、なかなかちょっとそういうのに抵抗がある人があるかもしれませんけどね、うんうんうん、でも慣れたらね、うん、はい、昔はね、そうなんですがね、うんうん、はい、それは昔の人が言うことかもしれませんが、はい、いや、でもみんな楽しくねうろうろしておりますが、はい、ここのなんかやっぱりそんだけ利用されてたのはやっぱり良かったんですかね、うんうん、そうですね、近所でこれだけ、うん、森の中で自由にご飯を作ったり、うんうん、遊べたり、はい、うん、ましてやこう森の整備もできちゃうっていう、うん、なんかすごい一石三鳥ぐらいの、はい、メリットが、はい、できて、はい、すごく嬉しいです。私は料理と森の整備が好きなので、うん、はい、それが一緒にできるっていうのはなかなかないですね、うん、あ、うん、しかも家からこんな近くで、あれ、なんか大きなお子ちゃまが抱っこされてますよ。あ、はい、や、放送的に大丈夫です。ラインされておりますが、マイクを占拠されました。助けてください、選挙されました、はいはい、5歳の子です。山の中で遊んでるから元気ですね。はい、うん、はい、お名前をお聞きしてもよろしいですか。足でうんこ。何を言ってるんですか。、はい、え、うんこって名前やったっけ。違いますよね。
ちゃんして。はい。ね。でも近くにこんなとこあったら非常にいいですね。そうですね、はい、本当に。行くで、名前聞くで。あ、いいの、ゆいです。いやー、入ってね。はい、おんげんさん好き？ちょっと言葉に詰まってるじゃないですか。好きと言ってます。はい、ありがとうございます。はい、親子ともども楽しく活動させてもらってます。はいはいはいすね、今日はね、たくさん来られてますので、ね、ちょっと次から次ね、はい、お話を伺ってみたいと思います。ありがとうございます。バイ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 こんにちは。こんにちは。お名前をお聞きしてもよろしいですか。はい、高木ゆりかです。高木さんはどちらから来られたんですか。ゆり、今日は氷上町のゆりから。じゃあすぐ近くですね。はい。はい、お隣の集落から。今日はラジオなのでね、わかんないんですけど、お子様を抱っこされてますが、はい、お子様は何歳なんでしょうか。高木ゆま6ヶ月です。こんにちは。はい、ゆま、こんにちは。いや、今マイクにね一生懸命喋りかけようとしてますが声になっておりません。はいね、はい、高木さんは、こちらの里山権現さんはよく来られてるんですか。今回で2回目です。あ、新人さんですね。はい、最近デビューしました。そうですか。はい、まあ、近くにこんなとこあるっていうのは誰かからお友達から大きい。そうですね、近所の、はい、友人から聞いて、犬も連れて遊びに来てます。はい、あ、今日の犬はそうなんですか。はい、一緒に。はい、私のワンちゃんで、はい、あ、散歩がてら。はい、そうです。あ、なるほど、いいですね。こうね、で普段は、まあ、家の近くを散歩される。あ、そうです。お子さん抱っこして。はい、なかなかの両手に大変でございますけども。、はい、こちらの方へ、移住して来られたんですか。あ、そうです。3年4年前ぐらいから、うん、はい、移住してきました。あ、もともとお生まれはどちらなんでしょう。もともとは神戸の方で生まれました。ええ、はい、ええ、はい、それからなんでこのまた丹波へ。実りの学校っていう一島にある学校なんですけど、はい、ええ、有機農業の学校があって、はい、それに通いたくて、ほう、丹波市に来てそのまま住み着いてます。ちなみにその実りの学校は何年前に来られたんですか。実りの学校は3年前に卒業して、はい、3年前、うん、私が実りの学校の2期生で、はい、だから3年前か、そんなもんかな。はい、はい、でまだなんでまたその農業に目覚めたわけ。神戸で農業してはったんですか。いや、そういうわけじゃなくて普通に社会人として、うん、はい、働いてましたけど、うん、その田舎に住みたいってのもあって、はい、ええ、で農業にもちょっと興味があったので、はい、丹波にそういう学校があるって聞いて、うん、はい、とりあえず学校に行ってみようっていうことで。とりあえず。はい、まあ、神戸も神戸市ね、もう広うございますがな、北区の方なんかほんまに農家の方もいらっしゃるんですけども、ご実家は農業されてたんですか。いえ、全く農業には関係ない。あ、そう。仕事で、はい。なんで、いや、本当目覚めるんですね。そう。もともと興味はあったんですけど、はい、社会人になってスーパーで働いてて、うん、農産物扱ってて、はい、それをが楽しくて、で、実際作ってみたいなっていう気持ちで、うん、でもいきなり実りの学校ですか。そうですね、全く知識がなかったんで、はい、一から学んでみたいなっていうことで、うん、実りの学校に。へえ、いや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 、ね、すごいですね、その行動力。私本当にもう関心でございますが。で、そのまま卒業されて。あ、そうです、はい、こちらの方で、はい、就職して、はい、農業の会社に勤めて、うん、今は勤めて、はい、子供生まれたんで、うん、今は産休中。あ、そっか。はい、
ほんでまあお子さんと散歩がてらここへも来られてという、はい、これ最高の場所ですね。はい、もうちょっとあの子供が大きくなったら、うん、ここで走り回れるんですけど、そうですね、今はまだ6ヶ月なんで私の腕の中に、はい、いや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 ね、まあでもね小さいというかこんな山の中でね遊んでてね、お友達もでもたくさん山の中でね走り回るお友達ばっかりやからいいですね。周りを見てるだけでも楽しい、うんうん、そうですね、なんか非常に気になるようですね。マイクがおっちゃんも気になるしね、マイクも気になりますね。もうじきまたしたらねインタビューさせてもらってもいいですかね。ね、はいはい、ということで、あのどうですか、ほんで農業について学んで、はい、実際にやり始めて、はい、そのお勤めしてはるときはそんなね土もいらうようなことなかったと思うんですけど、はい、全くそのイメージとどうですか。まあ、イメージとそこまでかけ離れてはなかったですけど、うん、まだ1年しか勉強してないんで1年あのやっぱど、うん、会社勤めになって農業を実際やってみるとなかなか難しいところが多いですね、うん、いやそれは仕事何でもそうやと思います、まあ、あの突き詰めてやるとなかなかね、はい、達人になろう思ったら大変、失敗ばかしで、うん、それはもうね何をしてもね、なんかすりゃねあの失敗したりしてだんだん ね、うん、ね大きくなっていくんですよね。このお子ちゃんも多分ね大きくなってね、で、今はご主人も農業の関係ですか。あ、そうですね、農業の関係で今働いてます。うん、ほなその関係でお知り合いになった。いや、もともと神戸で出会って一緒に来たって感じです。だからどっちも神戸生まれですね、はあ、私が農業したいって言って一緒に丹波に来てもらった形になります、うん、あ、反対に言うと引っ張ってきた感じですか。まあ簡単に言ったらそんな感じですね。へえ、じゃあご主人も全然農業と関係ない仕事されてたんですか。あ、そうです、はい、農業、一緒にスーパーで働いてて、で一緒に農業しようよって話で、はい、丹波に来てもらいました。あら、なんと丹波の農業人口ね、神戸から来ていただいて本当にありがとうございますね。私あのしっかりせないかんのにあのはい、お任せきりに、あ、なんか喋りよるぞ。あ、いいな、もうちょっとやな、はい、またねお話伺いますね、はい、ってことはご主人も農業そんなにやったことないのに初めてやられてるってことですか。あ、そうですね、はい。あ、そうだか、2人とも初心者で、あ、でも初心者同士話合いますね、はい、そうですね、はい。日々の会話はどんな会話をされてるんでしょうか。何が失敗したや、あ、はい、ことをよく、まあでもね、うん、失敗から学ぶわけですからね、はい、はい。でもこれからまだまだね伸びしろたくさんありますからね、非常にいいと思いますけども、はい、頑張ります、はい。どうでしょうか、いろんなところへねあの遊びにも行かれてる方とかと思うんですが、この里山権現さん魅力は何でしょう。あ、やっぱ魅力はあの手作りあふれる遊具がいっぱいあって、うん、はい、あの広々と遊べるところですね。あ、まあ、反対に言うと何もないという感じがあるんです。手作りの、はい、あの、はい、ブランコがあって、あ、そう、まあ、ありがとうございます。ちょっときしむ感じが、はい、いい味出てますね。あ、そうですか。ありがとうございますね、はい。本日は氷上町ね谷村にございます里山権現さんの方にねお邪魔しております。どうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、こんにちは。こんにちは。お名前お聞きしてもよろしいですか。はい、藤本春菜と言います。藤本さんは里山権現さんどちらから来られたんですか。はい、私は高町からです。あ、お隣から、はい、ありがとうございます。高町にもねいっぱいいいとこあるのよね。そうですね、はい、わざわざ、ね、権現さんまで、はい、今日はお子さんと一緒ですか。そう、お子さんと一緒に、うん、来ました。来ました。こんにちは。あら、そっぽを向かいました。はい、人見知り全開してます。最低ですか、いいことですね、はい。でもね、お母さんちょっと今からねインタビューしますからね、ちょっとお話しさせてくださいね。待ってね。うん、いいよ。はい。この権現さんへは
いつ頃から来られてるんですか？去年の9月か10月ぐらいが初めてです、はい、うん、あ、そうですか、はい、なんでまだ半年経ってないぐらいになります、きっかけは何やったんですか？きっかけはここでお当番してるお母さんに遊びに来ないって誘われて、はい、ほうほう、はい、ほなまあいっぺん騙されたと思って、騙されたわけじゃないけど、はい、来てみたら、そうです、そうです、結構良かったん？そうですね、あ、こんな自由に子供らが遊べるところがあるんだなと思って、あ、それが反対に良かった、うん、そうですね、テーマパークと違いますけど、テーマパークだとやっぱりこう目が離せないのと今人見知りなんでこう萎縮してしまったりするから、まあ子どもの人数も大人の人数もまあそこそこに遊べる遊具があって、はい、で、あの、まあ、自分の好きなことをまあその日その日で見つけて遊んで、はい、ね、うん、してもらったら、あほんなまあ、うん、お子ちゃまにもちょうどあってたんですかね、そうですね、こう、うん、誰かを見て泣いたりとか、ね、物を取られて泣いたりとかも特にすることもなくこう、はい、親もやっぱりあれダメこれダメって言わずに過ごせる場所やと思うのでね、うん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 、あ、なるほど、はい、そういったまあこう自由さってのも今必要なんですかね。そうですね、なんか子どもの自主性というか、はい、そういうのを育てるのもやっぱり、はい、うん、大人もイライラして過ごすよりはやっぱりもう好きなことしていいよここでは遊んでみたいなの方が子供も活発になってくれるかなっていう、あ確かにねのもあります、はい、まあでもね、はい、今日はお子さんね今インタビューしたらもっとお母ちゃん聞きたいということで、あのおっちゃんと話せんといてねって言われてるような気もしますけど ね、 ね、はい、お名前をお聞きしてもよろしいですか？藤本彩菜です。彩菜ちゃんこんにちは。いやいや、はい、ね、まあ、そんなんで広いところなんでね、はい、自分の好きなペースでね、うん、遊べるというのがいいような感じでございますが、そうですね、それぞれ好きなことをお子ちゃんバラバラでやってますね、はい、一緒で絡んでみたり、そうです、ね、離れてみたりということでね、うん、こういろんな子を見て、うん、あのなんかちょっと吸収して、うん、あんなことしてたから次私もやりたいみたいなお手本になったらいいなと思います、はい、なるほどね、はいはい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。テツテツコテツテツテツコテツテツテツコテツのコテツワールド。